みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。4月12日、現地時間からアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されている音楽フェスティバル、コーチェラ・バレエ・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル、イカ・コーチェラ。12、14日開催の第1週では、例年よりも日本のアーティストの活躍が目立っており、結成から間もないナンバー,アンダーバー・アイが出演を果たしたことでも大きな注目を集めた。写真 ナンバーアンダーバーアイ YOASOBI ら日本のアーティストの名場面スピッツ論分裂するポップミュージックの著者で国内外の幅広い音楽の動向をわかりやすく伝える YouTube チャンネル「テケシュン音楽情報」の「シュン」としても活動する批評家の伏見シュンさんに第1週の日本のアーティストのステージを受けて感じたことを綴ってもらった衝撃だったナンバーアンダーバーアイの出演 今年のコーチェラはアジアの才能を世界に発信するアメリカ発音楽レーベル8 8ライジング主催の8 8ライジングフューチャーズ、ステージに日本から夜遊び、新しい学校のリーダーズエイ i ッチ、そしてナンンバーアダーバーアイが出演するということで開催前から大きな話題となっていた韓国のタイガー JK ヨンミライ中国のザンリーと並んで日本の多彩なアーティストが登場 2年前には宇多田ヒカルが同じく8 8ライジングのステージに出演したが、今年は計4組。しかも、ボカロ、ヒップホップ、アイドル、クラブカルチャーという、異なる出自のアーティストが一堂に会す。どのようなステージになるのか、期待が集まった。なんといっても、ナンバーアンダーバー I の出演は衝撃だった。人気アイドルグループキングプリンスのメンバーとして活躍した3人が、 東部からナンンババーアンダーバーアダとして再出発。デビューシングル「ボートを発表したのは今年の1月1日まだ3ヶ月ほどしか経っていないそのスピード感がまず驚異的であるしかも今まで日本の男性アイドルと海外のポップミュージックが交わることはほとんどなかった中でのこちら出演だこちらは2010年代に世界最大のフェスとしての地位を確立した プリンス、レディオヘッド、ドレーク、ザ・ウィーク・エンド、アリアナ・グランデなど、グローバルな人気を誇るアーティストが毎年出演し、特に2018年のビヨンセのステージは歴史的な名演として名高い。YouTube で同時配信もされるから、アメリカにとどまらず、世界中の人が見ている。コーチェラはポップミュージック全体の中心。そう言っても過言ではない。そして88ライジングは、 アメリカとアジアの架け橋として重要な枠割りを果たしてきたレーベル兼プラットフォームで、ジョージやリッチ・ブライアンなどのレーベル所属アーティストをビルボードチャートに上位に送り込んだ実績がある。8 8ライジングフューチャーズのコーチェラでのステージは、アジアのアーティストがグローバルに活躍するためのきっかけになる、非常に重要なステージだ。新しい学校のリーダーズはそもそも8 8ライジングに所属しているし、海外での名前は、 新しい学校夜遊びもここ数年で海外での知名度を上げてきたので納得感がある a ウィッチは日本のヒップホップシーンでの人気海外アーティストとの交流の多さという点では意外ではない対してナンンバーアンダーバー i はグローバルな視点で考えると新人中の新人であるボートで示したラップとダンスのスキルそしてその存在感に 88ライジングは大きなポテンシャルを感じたのだろう。j p o p のスタイルを貫いた夜遊び。果たして、1週目最終日である4月14日、現地時間のモハベステージ。タイガー JK とヨーンミライが切れ味鋭いラップで場を盛り上げた後、日本勢のトップバッターとして登場したのは夜遊びだ。初日のコーチェラフェスティバルに単独出演を果たした彼らは、多分、とアイドルを披露。 あえて欧米仕様にすることなく j p o p のスタイルを意識的に貫いた夜遊び。m c も歌声も堂々としていたいくらの姿からは自らが背負うものへの誇りが感じられた昨年から海外フェスにも出演していた経験が良い方へ作用していたように見えたアイドルでは新しい学校のリーダーズの4人がゲストして登場 オタゲーを下敷きにしたダンスを披露し場を大いに盛り上げたそのまま新しい学校のリーダーズの単独ステージに突入 YouTube 配信を見る限り会場を一番沸かせていたのは新しい学校のリーダーズだった学ラン姿の4人はアイドルの後「パイナップル・クリプトナイト」「東京・コーリング」などの代表曲を披露本人たちが振り付けを担当しているダンスで場を沸かせる 和太鼓の演奏と、富士山などの日本的記号をふんだんに使った映像で、フロム・ジャパンを演出していく。メインボーカル・鈴鹿のドスの聞いた低い声はよく通り、その眼力は周囲を圧倒していた。クラブミュージック由来の太いキックが4つ打ちで反復されると、それに合わせて観客は踊り出す。ジャンプ、といえば、一斉に跳ね出す。多くの観客を熱気の中に巻き込んでいた。 2021年には88ライジングと契約し、海外での活動を広げていた新しい学校のリーダーズ。その経験は、観客のテンションを掌握する術につながっており、配信で見ている多くの日本人にとっても圧巻の印象を与えた。欧米で成功するにはこうやるんだ、身をもって、海外のマーケットとステージでサバイブする方法を示しているようだった。最後の ギリギリでは A ウィッチが登場しラップを重ねる。新しい学校のリーダーズとのコラボレーションは異様かつ新鮮だ。レオタードのようなボディコンシャスな服にマントを着込んで、クイーンゼントした様子の A ウィッチ。アメリカで長く暮らしていた A ウィッチは英語 MC モデルに入っていた。自らが背負うものをレペゼンした A ウィッチ。続く A ウィッチの単独ステージ。 沖縄民謡をモチーフとしたザ・ユニオンで耳にすっと入ってくるアクセントの効いたラップを披露。さらに、沖縄人としての誇りを歌う「ら旋ん沖縄」をドロップ。米国基地問題が終わりを見せない地元沖縄の歌をアメリカの地で歌うこと。エイウィッチは、コーチェラでのステージで自らの出自を明確にオーディエンスに伝えようとしていた。ギラギラでは、 日本から JP ・ザ・ウェービも登場。そしてバッドビッチ美学男性権威に逆らう悪い女イコールバッドビッチアンセムとしてのラップソングで100円のネネラーナ MARI が相次いで登場そしてユリアン・レトリバーも登場芸人として知られるゆりやんだが大きな舞台で強い存在感を示しパフォーマーとしての実力を見せつけた A ウィッチ1人ではなく沖縄の人々や女性とのユニオンを示すステージ彼女が背負っているものを短い時間ではっきりとレペゼンしていたそしてナンンバーアンダーアダーアイの登場黒で統一した3人が現れると太いビートが鳴り響くラップ色の強い楽曲「藤田マイクを通した3人の声は力強いまずはワンバースト 鋭くく切り込んでいく神宮寺優太生徒堂のメリハリをつけフローをフリーキーに使い分ける岸優太低音豊かに俺ら天地揺るがすユニバースと宣言する平野翔。確かなラップスキルをまずは見せつける続くボート3人がうごめくように動き出し切れ味鋭いれのダンスパフォーマンスを披露富士ではラップボートではダンス 2つの武器を分けて示す演出であるることがわかる重心を低く曇った運動量の多いヒップホップダンスを一糸乱れぬ正確さで紡ぎ出してゆくこのかっこよさにはしびれる配信で見た時は未知の新人であるゆえか歓声が少ないように感じたしかし現場のオーディエンスがアップしていた動画を見ると会場では大きな声が上がっておりダンスの迫力はよりまして響いた メディアを通した俯瞰の視点より、現場からの視点の方がかっこいい。ライブアクトとしてのナンバーアンダーバー・アイの実力を思い知った瞬間だった。ボートの後半には、香港のポップスタージャクソン1が登場、マスクも含む黒ずくめの姿でクールにラップしていく。トラックと声の相性はバッチリジャクソン1参加のリミックス音源の発表も今後期待される。 ボートは4月16日にアメリカの iTunes における総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にチャートイン。ナンンバーアンダーアダーアイのパフォーマンスがアメリカのオーディエンスに響いたことの証者だろう。今後より大きなグローバルアクトになる可能性も十分に考えられる。今回の8 8ライジングフューチャーズでの日本勢のステージは日本の音楽シーンの重要な一歩だ。もちろん 過去にも Perfume や XJAPAN がこちらに出演していた。しかし、今回はアジアの一員としての日本の音楽を示す意図が一貫していた。夜遊びや新しい学校のリーダーズ、あるいは初音ミクのソロステージにも同様のことが言える。日本のシーン全体として、どのような表現が試し得るのか。今回のパフォーマンスの完成度の高さと、表現の多様なアウトプットは、 真の通った強い意志をそれぞれのアクトが共有していることを示していた。コーチェラのステージは、1フェスティバルの一度のライブに止まらず、欧米を中心とするポップシーン全体に影響を及ぼす。2024年のコーチェラは、日本の音楽が底力を見せた瞬間だった。そして、今後の飛躍を約束するステージだった。グローバルでの日本のアーティストの活躍に期待は増すばかりだ。 コーチェラ第2週における日本のアーティストの出演ステージどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。